マイクラにはスニークという歩き方があって、これを使うと移動速度がかなり遅くなります。1.19 ではスニーク状態の移動速度を速くする、スニーク速度上昇というエンチャントが追加されます。このエンチャントはレギンスに付与することができ、通常の最大レベルは3のようです。今回はレベル255のスニーク速度上昇を使って、どれだけ速くなるか試してみます。とんでもない速さになりそうだな。まずは普通のスニークの速度を見てみましょう。まあわかってたけどめちゃ遅いな。果たしてここからどこまで速くなるでしょう？まずは通常の最大レベル、3の速度から見てみましょう。これがレベル3の速さです。お、さっきよりも格段に速くなってるな。比較するとこんな感じですね。見違えたな。これが瞬速の力です。いきなり何の話だ。では次はレベル255を使います。別世界の速さを体験できるかもな。あれ？なんか思ったより速くないね。瞬間移動並みの速さになると思ったんだが。レベル3と比較しました。まあ速くはなってるけど。ちょっと地味ですね。一応スニークしながらダッシュジャンプができるようになってます。3分で腰痛くなりそうな走り方だ。皆さんはこのエンチャントつけますか？